頼む、ヴァンガード立つぞ。後ろか、あったあったあった、山嵐ゲット、山嵐オンライン。どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。キルゾンマーセナリ、戦争の多くて、前回のミッションですね、クリア。イワノフが死んでしまったのか、いや俺の予想では生きてるな、あいつは。さあお金が貯まってるか、武器工程、ヴァンガードちょっと新しいの買っとこうかな。どうしよう、ゴースト、バルチャー、ジャマー、カラパスかな、カラパスいいんじゃないか。カラパス買って、これはカラパスディフェンスシステムだ。試験のために拝借した ISA のプロトタイプだ。例によって準備ができたらヴァンガードから起動すればいい。一時的にエネルギーシールドを作り出して縦代わりになる。このシールドは正面からの弾丸や爆風を防いでくれる。心配するな、そのまま動けるし反撃もできる。だが撃ってる間は無防備になる。あとエネルギーには限りがある。そもそも永遠に続くものなんてないだろう。忘れるな、だな、カラパスは正面からしか守ってくれない。だから背後を取られるなよ。オーケー、じゃあカラパス持っていこう。あとは武器を変えたいところだが、あまあ何か足りないね、これね、100足りないね。それだったら武器買っちゃおう。メインウェポンでこれかな、それぐらいかな。さあ次のステージへレッツゴー。2年後、戦いの場は惑星ヘルガーンに移行しました。位置情報取得中。座標確定、惑星ヘルガーン、放送を受信。2年間で大きな変化がありました。共に侵略者たちを故郷から追い出し、ヘルガストが始めた戦いを終わらせるための艦隊を組みました。彼らの本拠地であるヘルガーンで、我々はヘルガストの脅威を永遠に葬る構えです。我々は敵の防空戦力に激しい抵抗を受けました。犠牲者は今後も増えることでしょう。ですがまだ終わりではありません。ヘルガストに正義の鉄槌を下し、共に勝利を手にしましょう。メッセージを受信。綺麗事を抜きにすると、この侵略は開始前から失速していた。敵のアークキャノンとやらは巡洋艦を撃ち落とせるほどの威力を誇る。艦隊が攻撃できるように誰かが防空網に穴を開けてやる必要がある。出番だな。イントルーダーで可能な限り接近し、グライドスーツで侵入しろ。カレルが同行し、脱出用の回収地点を確保する。この侵略はヘルガストの方も予想してくる。警備は固いだろう。侵入したらパラボラアンテナをハッキングして制御を艦隊に渡せ。砲台を使ってヘルガストの巡洋艦を叩く。付けを払わせてやるんだ。終わったらイントルーダーで回収してやる。ベクタでお前とイワノフがやってくれたことで、ここでの株が上がっている。しっかり元取るぞ。イワノフはいないのか、やっぱり。どうしよう、隠密装備を持っていないから。おう、何人もいるんだね、やっぱり。おう、ああ、落ちたぞ。ああ、対空砲が。避けろ、避けろ。当たりたくない、こんなのに。ああ私一人になってしまうのか、これは。カレルがやられた。一人でやるんだったら。一人で。よし、上に乗った。中には誰もいない。見事な滑空だ。さあ突入して作戦を進めろ。わかった。アークキャノンの情報が諜報部に伝わっていないとはな。また俺たちで ISA の尻拭いだな。報酬がもらえればいい。それと、カレルの取り分はいらなくなったぞ。さりげなく今ひどいこと言ったな。セキュリティオーバーライドを見つけて侵入する。上に一人いる。施設への扉はロックされている。近くの制御
を探すんだ。オーケー。とりあえずハンドガンを。これに戻して、あら戻ってないな。よし準備 OK。 とりあえず上行くかな。この向こう側にいるのか。ハンドガンで倒しちゃう。オッケーって、ちょっとまずはスイッチオン。よし前進するぞ。わかった。めちゃくちゃいるな。アークキャノン照準用パラボラアンテナ、ここが開いたんだな。目の前にいるな。バレてない。ほよし、スナイパーもいるのか。向こう側にいる。いや、やべ、スナイパーに見られてないこれ。バレた。さーてと、一応やってるか。向こうの上、カラパス起動。下にいる。まずは一人倒した。オッケー。撃ってる間はシールドが消えるから、グレネード投げます。さすがに届かないな、サンマシンガンだからね。さあ上にいるやつを、こんにちは、ハラパスです。ははははは、光るわ。向こう側にいるのどうしようか。だからグレネード入れてあげようかな。はい、1、2、3。あ、やばい、いった。ちょうど段差を降りてしまった。お、倒した。カラパスシールドがなくなるな。了解。警報は向こうか。上アンガル。よいしょ。はい、止めた。このエリアは片付いた。前進しろ。はい。前進します。よいしょ。ここでいい。おい、ダナ、最新ニュースだ。グレイの救出で情報を提供したハーキン大使がまずい状況に陥った。どんな状況？攻撃が始まり、ヘルガストが容疑者を処刑し始めた。何？大使も対象だ。グレイが一刻も早く攻撃したがるわけだ。随分と、まあ過激ですな。全体的に隠密装備でいきたいね。いや、これはこのままでいいか。カラパスじゃなくて、やはりこれだとマンティスエンジンを再装備しとこう。そんなものかな。さあ、ハンドガンに持ち替えて。発電室の上にいるな。そこがキャノンの動力源だ。一人。オッケー、ダウン。見つかる前にこれを破壊して、このままだとバレちゃうかな。あー、バレてるな。全体的に警戒しているけど、私の存在に気づいてない。ほっ、よし、尋問成功。さあ、知ってるものを、知ってるものってなんだ。知ってることを全部吐いてもらうぞ。これが何だかわかるよ。ビンタ、オークビンタ。すべてのキャノンを止めるのは無理だ。何？機密情報だ。
さて、マンティスエンジン行ってもらおうか。お仕事のお時間だよ。マンティスエンジンって起動。おお、どんな感じ。あ、いるいるいる。おわっ、やばいね、距離が離れすぎてるから。よし、おっ、ガトリングが倒した。はい、この人、この人は情報を持ってるんだな。おっ、ああ、破壊された。さあ、離れてるから警戒モードも解けるだろう。わかった。いい方だ。端末機器を両方ハッキングする必要がある。すごい警戒してるな。前の方に機密情報を持ってるやつがいるんだよね。後ろ見た。いるね。よし、もう一回戻ってくるのを予想して、うるか、降りてきた、倒す。いやー、ちょっと厳しいな。戻ってくるか。警戒してる警戒してる。いいね、こっち来てもらって戻るときに、いやー、後ろにいるのがめんどくさいな。あ、いいんじゃないこれ。こうして、ほっ、尋問、よし、さあ、吐け。よし、往復ビンタ。お前は軍人なんかではない。そうだな、私は傭兵だ。オーケー、あとは片付けるだけ。おっと、いるね。ほっ、外した。よし、オッケー、倒したが、上のが多分降りてこようとするな。はい、こんにちは。ほっ、どうやって上に上がるかな。こちら、よいしょ、破壊して、端末機器のシールドを解除する方法を探せ。これでいいのか。いいぞ、セキュリティプロトコルをハッキングしろ。セキュリティプロトコル、これが大丈夫。後ろが敵来たりしない。あ、すげえ時間かかりそう、これ。あ、やっぱそういう感じ。上のガトリングにつこう。くそ、警報が鳴ったぞ。中に一人入られるな。おお、くらえ。後ろに来てる。後ろはまだいいか、前を倒そう。ファイアウォール取った。 OK、 後ろから来ようとしてるから。あ、やばい、大丈夫か。マンティスエンジン GO。 後ろから来るのはこれで倒そう。やばい、早速壊されそう。よいしょ、下にいる。破壊された。マンティスエンジン損壊。最後の照準用パラボラアンテナを破壊しろ。上がってくる、来てるな。ほっ、来い。よいしょ、もう一人上がってくる。撃ちながら行くぞ。オッケー、
最後の向こう側あれか、上に上がってシールドを解除して端末機器をハッキングしてくれ。わかった。お、よいしょ。シールドを解除を忘れるな。下ろして降りるかな。いいぞ、下の端末をハッキングしろ。こいつだね。よし、また来るんだろう。ガトリング、ガトリングにつけ。よいしょ。あー、もう一人入られてる。もうすぐでファイアウォールを破れる。だいたい入られてるんじゃないか。倒した。後ろ入ってきてる。何人かまだ出てきてるな。くらい右。オッケー。危ない。降りて一人倒してリロードが入って、ほわっ、よいしょ、リロード。一人いるな。よし、両方やった。倒した。発射指令室で行き、制御権を奪え。オッケー。自分たちの兵器を食らわせてやれ。やるんじゃない。下、向こうか。端末をハッキングして艦隊とつなげろ。それでキャノンを制御できる。こいつか。よし、ハッキングする感じ。任せろっての。で、下の2つはこれだ。で、これと、そっちのアップリンクを待つ。こうか。あ、さすがだな。さすがに多いぞ。こうして、でもう一個もこれで、違うな、これと横一回入れて、で、で横だ。オッケー。あと少しだ。よくやった、完了だ。離着陸場に脱出しろ。わかった。うわ。変圧器を破壊された。よいしょ。頭をぶつけてドン。攻撃できるまで守りきれ。攻撃できるまで守りきれ。ちょっと。敵の増援が接近中だ。変圧器を守れ。そういうこと。支援が必要だな。ヴァンガードカプセルを投下する。頼む。ヴァンガードカプセル。どこ？後ろか。前線に投下したぞ。あったあったあった。山嵐、ミサイルで。山嵐ゲット。山嵐オンライン。エルツでミサイル発射。あ、めっちゃ。山嵐、やめろ。よいしょ。頭をぶつけてからのナイフ。リロードして。地上の作戦が遅れている。時間を稼げ。わかった。山嵐、ほう。変圧器に敵を近づけさせるな。ダナ、了解。山嵐、これ以上は敵を抑えられない。ほう。嫌い。あと一人。旧キャノンを確保しろ。ほう。うい。もういないか。まだいるね。そうはさせない。よいしょ。新しいの来てる。注意しろ、敵が来る。まだ来るの。どこからだ。ん、この、あ、来た。ほっ。充電率 80%。 よし、グラウンド。おお、お、あ、間違えた。そうはさせない。
後ろから来てる。準備は整っている。お。アンティスエンジン投げんだったな。もう一回？いやもう取れないか。おー来てる。二人倒してリロードして。充填完了まであと少し。ほ。よし。後ろ。リロードして。やるじゃないか。何？手動で発射するしかない。手動？発射指令室に行け。わかった。お、入った入った。こっち。発射ボタンを探せ。はい、押します。押したよ。おお。いいね。こいつは見物だぜ。お芝居だ、ヘルガストさんよ。うう。残りの変圧器を防衛せよ。ここか。よいしょ。複数の衛兵ドローンがそこに接近中。ちょっと待って。ちょっと待って。ドローン。あ、死んじゃう。すごい強いぞ。死ぬ。降りれない。あ、降りれた。ちょっと一回隠れて。そうだ、武器庫で。お金があるんだし、あれを落とせそうな武器に切り替えよう。何がいいかな。あれを一発で落とせそうなのは、一発じゃないな。撃って落とすしかない。行くぞ。さあかかってこい。1、2、3。オッケーオッケー。そうだな、あと3分ここ守れて1人で見当たらないけどな。リロードしとこう。よし、さあかかってこい。マンティスエンジンでどうにかできる相手じゃないもんね。ふう、誰か来ないのか。俺はいつだってここでライトマシンガンを撃つ準備はできてるんだぜ。アンティスエンジン飛ばしてみるか。行くぞ。アンティスエンジン起動。みんないる？あ、なんかいた。アンティスエンジンエネルギー切れ。遠すぎるなあいつ。現状は大丈夫そうだ。離着陸場に向かえたら。あ、もっと上に上がらなきゃいけなかったのね。上を見てみろ、ダラ。なんだ。艦隊がピロスに行くぞ。進行が始まった。撃つんじゃない。倒した。ここでいいのか。いや、この下で間違いないな。お前の生死に関係なくこの進行は進む。脱出地点に向かえ。ジップラインを使う。よしよし、合ってるんだな。走れ。あ、もうあと1分しかない。そうか、こんな待ってる場合じゃない。掃除しておけ。掃除、そういうのは得意だよ。やばい、掃除される。危ない。よし、今のが最後だ。
危なかった。わお、ずいぶんアグレッシブだな。はい、ということでクリアということで、次回はまたこの続きからプレイしていきたいと思います。ほんじゃ、またな。